何もつけてないの髪の毛。あピンはつけてないな。つけてない。はい。ちょっとこのままやってっちゃおうかとしたら、ストレートパーマずっとやりたかったな。ストレートに憧れてて。憧れてる。うん、憧れてて。あ、本当。なんかちょっとのうねりが嫌みたいで、やっぱり。毎日もストレート。ごめんね、これつけるやん。耳カバーね。薬が入らないように。そうそうそう、だ気持ち悪いじゃん、これ耳にしたら薬ついちゃってさ。この辺で全部オイルだよね。この辺で全部オイルだよね。うん、あー、好きそうだね。好きだよね、これの女の子。これ何、いつもアイロンしてんの？うん、学校なんかしてないの？前髪だけしてる、ちょっとこう。あ、そうなんだね、うん、大変だよね。うん、今日から多分すげえ楽になるよ。梅雨ですもんね。いや、ほんとそうなんですよ。髪の毛がね、膨らんじゃうんで、うん、膨らむし、うねうねしちゃうし、うんうん、どれくらいやってるんですか？4年ぐらい。あ、そんなに？すごいね。もうなかなかだね。幼稚園の年長からやって、年長？俺なんか見たよ、なんか美容室のどっか行って髪切ってる動画を。そうですね、最近はもう本当自粛だったんで、どこにも行けず。そうですよね、もう家動画ですね。ね、あの1週間分のお昼と夜ご飯とか。すごいあ、全然違うじゃん、これ。ね、緑茶って言ったのに、今カルピスが2つって。あ、でもカルピスもいい。大丈夫。あ、何カルピス食ったんだろう。大丈夫です、ね。大丈夫。大丈夫。すごいごめん。緊張しちゃってさ。パパの料理何が好きなの？意識を。何だろう。何がいいの？あんない。じゃあ、マナの料理は何？オムライスね、うちのお姉ちゃんもオムライスすごい好きかも。なんか卵混ぜるのが好きなんだって。みんなそうか。みんなそうか。みんなあったで、まっすぐに。いや、もうすでにまっすぐなったな。いや、みんなでしょ。かわいい。ビフォーアフターでこっちとこっち。やっぱ違いますね。ただここまでのまっすぐ、アイロンはやっぱりアイロンの綺麗なか、アイロンしましたって感じになるんであれなんですけど、薬つけるともっと変わっちゃうんですけどね。焼ける音するね。全然遅い、全然早く終わっちゃうよ。今何時ぐらい？まだ1時間しか経ってないんだよ。2時10分だから、うん、パパ2時に帰ってくる。でもだいぶ遅れてったからパソコンで会議する、ね、ビデオ通話みたいな感じ。あ、在宅みたいな感じなんですか今？まあ在宅ですね。あ、そうなんだ。めっちゃ喋ってるよね、一人で。まあ一人で喋ってるわけだよ。パソコンの向こうにアイランドるから。違う、今日漫画は読んだ？読んでない。今日なんか来る前暇だから漫画読もうって。漫画読んでいいよ。でも漫画楽しい、ね。うん、楽しい。見たいでしょ。うん。初めてのことだからね。うん、変わっていくの面白いんじゃないかな。2席座ったらもう入れないからね。3人来たらもうやばいことになっちゃうからね。やばいみたいな。これでね、ちょっと薬つけるから。あー、すごい。すごいですよ。さらにまたこれをコーティングするんだよね。サラサラ。うん。あ、サラサラ。うん。え、すごいね。どう？いい感じ？うん、いい感じ。え、しょ、意外に伸びてたね、髪。うん。後ろ見たら伸びたのね。ストレートになってちょっと長さが増したみたいな。一緒一緒一緒。
とか大好きで、ドラッグストアに行くとシャンプーコーナーから離れないですよ。そんなに好きやろ。本当に好きだよね。シャンプーとか面白い、ね、ヘアケア製品が大好きで、ね、今すごいすごいですからね。今僕この前なんか僕普段見ないんですよそういうところ、あのヘアケアコーナーとか、うん、でもこの前ちょっとフラッと通ったら、うん、こんなにあんのと思ってすごいなこれと思って、ね、カラー剤とかもすごいたくさんあって、うん、いっぱいあるよねなんかね、ドラッグストアのこんなにあんだと思ってさやっぱ楽しくなっちゃったもんねもうなるほどみたいな見てるなこれとこれどっちがいいかなってね、うん、ドンキ意外とあるの。ドンキあるよ、ある、ね、ドンキねすごいある、うん、ドンキもいいんだよ。
ね、小学校とか中学校の女の子ってやっぱすごい前髪命だから、うん、ね、今の流行りってどのぐらいなんですか。あ、でも本当人それぞれですけど、ね、やっぱりその小学生ぐらいになってきたら大体目と眉毛の間ぐらいとかが多いですかね、うん、やっぱそれぐらいだよ、パパ。そうなの、うん、やっぱそれぐらいだじゃない。パッツンじゃない。いや、それは無理。小学校何証拠でパッツン無理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 。そうっすね小学生入る前とか小学校なる前とかだったら大体もう本当におでこの半分ぐらいまで切ったりとか結構多いですけど、やっぱり小学生ぐらいになるとなかなかそこまで攻め切るっていうのはもうそんなに短くしてどうするのと思っちゃう。時間の進めで。そうなの。これどうするの。それは切らない。切らない。私絶対前髪。みんな触覚って言ってるんですけど、うん、触覚って言ってるよね。言ってる。多分全国共通だと思います、その触覚。触覚って言うんですよ。ちょっとさ、少しずつ切ってくよ。はい。でストップ言って。ストップ言わないと。なんなら一番前髪が重要視されるところなんかな、うん、割との、ま、あれでしょ、長くなったでしょ前髪、うん、どうするな、この辺のさ、ちょろちょろ長いやつ、こういうの。取っとく。取っとく。なんなら、中学生ぐらいの子とか、前髪切ってもらって、切って、僕、アイロン渡しますもんね。自分でやっていいよって言って。すごいこだわる。こう、めちゃめちゃこだわるんで。これ切っちゃうよ、ここは。これどうする。いや、これどうするって、これのやつ、これ多分切らないとまずいな、これは。ちょっとまだ焼きないと。やって。絶対これここまで来て、あーみたいな。せっかくここまで切れたのに、あーみたいな。もう悲しくなっちゃう、最後の最後でやりやがったの、親父みたいな感じもある。もう少し部屋、薄くした方がいいですか。薄くする、うん、いいよ。ちょっとね、ちょっとだけ、ね、今回のライオンね、うん、ちゃんと家じゃできないからね。家じゃできないから、うん、ご要望通りにやりますよ、ちゃんと。もうちょっとずついくからね。もっと減らす、ここ今ここだけ減らした、うん、もうちょっと減らそうか。もう今真ん中だけ減らしたけど、うん、だいぶ毛先の方はボケたかな。あのまず、うん、パッツンのラインはちょっと消えて、もうちょっと消す。この今ここだけ減らしたけど、もう少しやる。もうちょっと減らしていい、うん、もうちょっと減らそうか。どう、だいぶボケたでしょ、うん、減らしようか、うん、でちょっとこっちの横も減らすよ。これさ、結構髪の毛のさ癖がさ、うん、真ん中に寄りやすい癖だからさ、うん、こっちはそんなに減らさないでおくね、うん、真ん中はちょっと重くなりやすいんだけど、へえ、うん。やってみるとさ、ここ濃くなるじゃん、うん、で薄くなって、こっちも薄くなって、うん、濃
こうやって寄っちゃうんだよね、髪の毛が。そういう癖があるから、まあ、同じようにすいちゃうと横の方スカスカになっちゃうからさ。めっちゃお姉さんみたいになったね。サラサラや。みたいな。めっちゃサラサラ。よくなったんじゃん。最後にこれつけるか。オイルつけてるんでしょ。はい、なんか持ってる。なんかドラッグストアで見てるみたいな言ってたから。うん、つけすぎちゃってなんかね。そうなんです。この辺とかもつけるからなんか濡れてるみたいな。でも最近毛先だけにしてるでしょ。本当。いや全然根元もつけていいんだけど、最初に毛先多いんじゃないかな、つける量が。うん、どのぐらい出してるの。でも最近ワンプッシュに毛先だけつけるって終わりなんですけど。あ、ちょっと大丈夫だった。ワンプッシュ昔多かったかな。うん、昔何回かしてたんだろう。昔が多かったんだけど、何度もつけてるイメージで。今ね、俺2プッシュなんかすごい人気らしいですね、こっちの方だと N ドットっていう。え、そうなんですか。なんていうオイルなんですか。これ N ドットっていうやつなんですけど、なんかこれをうちのお店のこれを商材がこれがあるっていうのを見て髪を切りに来ましたっていう方結構多いんですよ。まあ、すごい使いめちゃくちゃ使いやすいんですけど、全然ねこれはめちゃくちゃいいから使いやすいけど。でしょ、どうでしょう。めっちゃいい。鏡見る、こんな感じ。どう。すごいでしょ、うん、サラサラだったでしょ。もうこれで明日から悩まなくて済む。じゃあお待たせしました。すごい良くなりました、はい、すごいあのサラサラになって、うん、はい、良くなりました。オイル買ってていい、うん、いい、さっきも売れてたから何個があった。ラスイチ。ラスイチ。僕乾かす前に2プッシュつけて乾かして、うん、で乾かした後に、まあ、1プッシュでもいいし2プッシュでもいいし、ちょっと量は調整してもらって、はい、まあ、使いやすいオイルなんで、これ多分皆さん使えると思います、うん、このオイルは。パパもパパはやめなさい。パパはやめなさい。